どうも、キスケです。こちらは、視聴者さんからいただいたフローラトルネコになります。まあ、何やらね、高校がむちゃくちゃ強いデッキらしい。うん。まあ、なので使っていこうと思います。まあ、特徴的なのは、やっぱマペットマンとか入ってるっていうところかな。うん。で、まあ、特別大きなユニットも採用せずに、まあ、ミッドレンジ寄りで、マペットマンとかトンブレロ、まあ、その辺で盤面強化して、で最終的に力のソロ版とかブラバニクイーンでリーサル取っていくっていう、まあ、そういうデッキなんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではラクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。先行ですね。よろしくお願いします。先行か。高校欲しかったけどね。うん。私のターンですね。はい。エンド。あ、出た。大鶏。まあフローラはいっか。はい、エンド。シーゴーレムはいいけど、次フローラ使わないと強くは使えないですね。トゲボウス、味わわせてあげる。病気を見せしましょう。あ、マペットマン引いた。ちょっと使ってみるか、マペットマン。はい、まあこいつでぶつけるとして、へえ、 HP プラス2とかむっちゃ強いんじゃない。先行も強そうなんやけど、これ先行もすごく強そう。ほれ。そうですね。1号はなかなか取れないんじゃないですか。で、相手もやっぱりこっち、常になんかユニット展開してるから、まあ、ようやく英雄カードを展開できたっていう感じじゃないですかね。で、相手盤面いないんで、これはチャンス。フローラチャンス。さあ。出んだか、まあ悪くないな。削っていくぞ。ゴリゴリやっていくよ。はい、どうぞ。これユニット取られへんかったらさ、次のターン出んだ後列に出してバフして、なんかほぼ勝利みたいな感じじゃないんかな。絶好調。まあでもこれあれでしょう、絶好調持ちあるとしてもユニット処理に使わないと厳しいんじゃないですか多分。けだもん、いいね。あー、どうしよっかな。デンダで一気にバフしてみるか。一気に畳みかけよう。はい、エンド。まあデンダの能力で3では取れないんでね。強い。すごく盤面が強い。このマペットの作戦がすげえ強い。アームライオン、まあこれ除去に使ってくるっしょ。じゃないと厳しいでしょう。トゲボウス、暴れざる。なんか3点がさ、いい感じに取れなさそう。ヘルス上がってっからね。いや、ここで削ってくれんのだいぶありがたい。むちゃくちゃありがたい、助かる。はい、フェイス、オッケー。
そしたらテンション一回も回ってないけど、まあ大丈夫でしょう。せやな。しごれでも置いといて。いや。毛だもん。ひたすらに毛だもん。はい。とっておきですよ。顔でいいや。はい。エンド。これはなかなか、押し先行の方が強いんちゃうのこれ。結局のところ。どうなのこれ。はい。相手は頑張って取るしかないもんね。はい。ブオーン。勝ちやん勝ちやんけ勝ったぞ。はい、OK、 対戦ありがとうございました。先行強っ一気に削り切れちゃいましたね。はい、マッチングしました。高校引きましたね。よろしくお願いします。ほい、うん、悪くない、悪くないはずや。これはもうこれ聖水使ってさ、フローラ発動させていいんじゃね？私のターンですね。あかんか？あー、まあじゃあこっちから動くか。エンド。何にするかな？何デッキかな？英雄は？エイト。なるほど。オッケーです。お手に任せてー。はい、調理器。ああ。はい。まあ次のピサロナイトとトレードするだけなんで、ちょっとここでユニット出さないのは厳しいですよね。聖水使っちゃいました。さあどうする。うん、できれば毒アームシやめてほしいけどね。おっ、そっちか。これはありがたいんじゃないですか。命もありがたい。おお、供物か。ああ、なるほど。オッケーオッケー。しゃあない。これはまあ一気にテンションマックスにして、ちょっと種回すか。うん、盤面強くしよう。できればゼロコストの種が欲しい。ナイス、素晴らしい。やば神で、死へのいざないで取られたら嫌なんで、ここ33ぐらいで止めとくか。あ、エンド。死へのいざないやったら格殺されるんでね。で、残ったら、なんならトンブレロとかで、がっつり強化してあげて、フェイス削り切っていくっていう立ち回りでいこうかな。こいつ取られたら、なんかほぼ負けみたいなムーブやけど。まあいいんじゃないですか。はい。テンションアップ。プチさまよう鎧。さまよっていく。じゃあ。
そうやな、トンブレロもありなんですが、みなぎっていく。みなぎって、はい。オッケー。盤面強しよう。強く強く。ちょっともう一体出すの怖いな。ホロフェイサー確定。あ、でも戦闘ダメージ以外受けへんから。まあ、いっか。こいつは並べていいわ。エンド。マドルーパー強え。継続。ああ、これで CA のいざないかな。やっぱ持ってたね。ケアしててよかったな。OK。ただこれで2枚使ったんで、いけそうじゃないか。プチさまよう鎧、ピサラナイト。おお、貫通ケアしてるね。賢い賢い。ラプソン。あ、そうか、そらそうやな。貫通はケアするよね。ああ。いやー、攻めたい。攻めたい。いや、でもまあ、こっちか。エンド。攻めれるときは攻めとかないとね。さあ、ただ相手ランプしてるんで、マドルーパーがなんかすごいことになってる。うじゃ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 してる。地獄の鎧。あ、ピサロナイト系か。まあ、プチサモヤを鎧でちょっとなんとなく刺してはいたけど。ただここ貫通やね。貫けるね。まあでもぶつかってくるか。すごっ。エンド？マジで？無駄死にか？じゃあ貫いちゃおうか。すげえ。1、2、3、4。9点。ちょっと待てよ。こうしようか。一気に展開していこう。コッコッ。はいはい。エンド。いいぞ。これでもうなんならブラバにトンブレロで7点は確定してるんで、あと1点削れれば、穴さえ開けれることができれば、倒せるね。はい、ぶつかるしかない。ぶつかるしかないね。トゲコンボ。はい、壁が薄いな。うわ、ライノソロジャー、熱っ。壁熱っ。まあでもなんか勝てそうっすね。うん、勝った。いや、強え。普通に強い。OK。ええやん。ええデッキや。ドンと。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、フローラトルネコ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。非常に強かったですね。
なんなら先行も後攻も強かった、両方強かったです。先行やったらなんかそのまま削り切る力があるし、後攻やったら後攻で、まあ、聖水のおかげで相手より盤面強くしてみたいな感じで動けるんで、非常に使いやすいし、まあ、強いデッキだなと思いました。まあ、よければ使ってみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。Bay.